今日は県内で新たに402人が新型コロナウイルスに感染したと発表されました。新たな感染者を自治体別に見ますと、浜松市で138人、静岡市で81人、富士市で23人などとなっています。前の週の同じ曜日を上回るのは7日連続です。